しい。当然ですわ。クリフォトに降りてからのザレッホ火山は今まで以上に活性化しているそうですし。とにかくパッセージリングのある方を目指せばいいんだよな。僕、セフィロトの場所を感じるですの。迷ったら頼むぜ、ミュ。はいですの。息を吸うだけでも喉や肺が焼かれるようです。なんでジェイドは涼しそうなんだよ。いえいえ、暑くて死にそうですよ。なんかムカつくな。前に来た時より暑くなってる気がするわ。ミュウ、セフィロトはまだですの。もうちょっとですの。たどり着く前にこの暑さにやられそうで。アニスの狙いはそれかもしれませんね。私たちを一気に始末。ジェイド。冗談です。だが半分は。皆さん、こっちですの。ご苦労様です、ミュウ。はいですの。あいつ無駄に元気だな。ジェイドといい、ミュウといい、私に任せなさい。クレーム、ハッ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 ハ
まともに食らえば火傷では済まないわよ。なんとかな。しかしこの迫ってくる溶岩、なんとかなんねえのかよ。溶岩の動きをよく見て慎重に移動するしかないわね。うぜえな。空でも飛べたら楽なんだけどよ。
らなきゃやられちまうからな。進んでいくと彼との対決は避けられませんね。いや、彼女かな。あら大佐、ドラゴンの性別がお分かりになるの？ブレスの吐き出し方で。すげえ、ジェードって何でも知ってるな。分かると面白いなと思っただけです。さあ行きますよ。そんなこったろうと思ったぜ。まったくだわ。
の光。称賛せぬ命の炎を宿し。
抜くとやられるぞ。えい、ピアシスライ、逃がしませんわ。水を貫け、オーリーダンス。高きグレンの炎燃え伏せ、法王天正圧、名称来調子に乗んな。フィッハッ、報酬決、フィッハッ、フィッハッ、名称来甘え、真空破産、峠だ。これが弱点か。こんなとこだろ。毎度暑いところに行くと思うが、ジェードってなんか自分だけ涼しい不術とか使ってんじゃね。そうですわね、だんだんそんな気がしてきましたわ。ずるいですの。いやですね、そんな器用なことができるわけないじゃないですか。いや、何か秘密があるはずだ。まさかその服に秘密が。マルクト軍が開発した空冷服なのかもしれませんわね。脱げ。そうだ、脱げ。ええ、お脱ぎなさい。脱ぐですの。皆さん、目が座ってますよ。何を。30代後半の男性軍人を脱がせるなんて正気とは思えないわよ。暑苦しい。
俺たちが勝手にあいつの家へ侵入してるんだもんな。イオン様が心配です。この先へ行ってみましょう。ああ、
プラネットスコアってのは一体何なんだ？普通のスコアとは違うのか？プラネットスコアには星の一生が読まれているの。第七布石に書かれたスコアがそうよ。第七布石？あの近くで見つけたあれか。そうね、その第七布石に書かれているプラネットスコアは同志、つまりイオン様だけが読むことができるの。でもそれにはものすごい負荷がかかるわ。負荷って、あいつただでさえ弱っちいのにそんなことして平気なのか？平気なわけないじゃない。どうしよう。クソ。やがてそれがオールドラントの死滅を招くことになる。ND2019、キムラスカ・ランバルディアの陣営はルグニカ平野を北上するだろう。軍は近隣の村を蹂躙し、要塞の都市を囲む。やがて半月を要して、これを陥落したキムラスカ軍は玉座を最後の皇帝の血で汚し、高々と勝利の雄たけびを上げるだろう。 ND2020、 要塞の町はうずたかく死体が積まれ、死臭と疫病に包まれる。ここで発生する病は新たな毒を生み、人々はことごとく死に至るだろう。これこそがマルクトの最後なり。以後数十年にわたり栄光に包まれるキムラスカであるが、マルクトの病は勢いを増し、やがて一人の男によって国内に持ち込まれるであろう。お前たちやめろよ、やめるんだ。聖なるホムラの光は汚れ式の浄化を求め、キムラスカの恩機関都市へ向かう。そこでドガとされた力を持ち、救いの術を見出すだろう。よ、しっかりしろ。ルーク、今のは僕があなたに送るスコア、数あるあなたの未来の一つの選択肢です。頼るのは不本意かもしれませんが、僕にはこれぐらいしかあなたに協力できない。バカ野郎、今までだってたくさん協力してくれただろう。これからだって。ルーク、そんな顔をしないでください。僕の代わりはたくさんいます。そんなことない。他のレプリカは俺のことを何も知らないじゃないか。一緒にシーグルの森にいたイオンはお前だけだ。ティア、こちらに。僕があなたの勝機を受け取ります。そんなことしたら同志が。言ったでしょ、一つだけあなたを助ける方法があるって。セブンスフォニムは互いに引き合う。僕のセブンスフォニムの帰りに合わせて、あなたの汚染されたセブンスフォニムをもらっていきますよ。イオン！いいんです。ほら、これでもティアは大丈夫。イオン様、もう僕を監視しなくていいんですよ。ごめんなさい、イオン様。私、今までありがとう。僕の一番大切な。一番出来のいいレプリカだったが、やはり正しいスコアは読めなかったか。スコア、スコア、スコア、バカの一つ覚えみたいに
そんなものが何だって言うんだ。バカを言うな。人類が存続するためにはスコアが必要なのだ。そんなものがなくたって人は生きていける。スコアの通りに生きれば繁栄が約束されているのだ。それを無視する必要があるのか。私は監視者だ。人類を守り導く義務があるのだ。私はこのレプリカどもを使ってユリアのスコア通り必ず戦争を引き起こしてみせる。それこそがただ一つの救済の道だ。どうしたらいいんですの。彼らは軍人ではありませんわ。戦うにはあまりに。その人たちは支持する人がいなければ危害を加えません。私が保証します。ここはモーツ様を見逃してください。そうすれば彼らもおとなしく引き下がります。しかし逃げられてしまいましたね。仕方ありません。それにしてもあんなに大勢のレプリカを作り出すなんて。きっとバンが残したフォミクリーのレプリカ情報だ。そうでなければほどの住民のレプリカまで作れるはずがない。詮索は後にして、まずはアニスのご両親をダートへ送り届けましょう。アニス、それでいいですね。はい。アリエット様、動いてはお怪我に触ります。イオン様を殺した。アニスはイオン様を殺したんだ。お待ちください。アニスは私どもがモース様に囚われたため。パパは黙ってて。そうだよ。だから何ネクラッタ。イオン様はアリエッタの恩人。ママの仇だけじゃない。アニスはイオン様の仇。アリエッタはアニスに決闘を申し込む。受けて立ってあげるよ。アニス、いいの。こいつとは決着つけなきゃいけないんだから。場所は後で立ち会い人から知らせる。逃げたら許さないから。アニス、決闘なんておやめなさい。話せばわかることもあるでしょう。アリエッタ様だってきっと。ママは黙ってて。アニス、でも。黙っててって言ったでしょ。待てよアニス。手分けしてアニスを探してみましょう。ああ。どこに行っちまったんだ。俺にはアニスの気持ちがわかる気がする。今のあいつは自分の責任に押しつぶされそうになって悪ぶって自分を追い込んでるんだ。一人にしたら押しつぶされちまう。見つけてやらないと。みんな心配してるぜ。
オリバーさんたちも。パパとママのことは言わないで。なあアニス、今回のことは仕方なかったんだ。オリバーさんたちを人質に捕らえていたんだから。違うの、私最初からイオン様を騙してた。モースにイオン様のすること全部連絡しろって言われて、ずっと全部報告してたの。戦争を止めようとしてたことも、ルークたちと一緒にいたことも全部。アニス、それはだから、タルタロスが襲われたのも、六人将が待ち伏せしてたのも私のせいなんだよ。それもオリバーさんたちを盾にされてたんじゃないのか。パパたち人がいいでしょ。私がうんと小さい頃騙されてものすごい借金作っちゃったんだ。それをモースが肩代わりしたの。だからパパたちは教会でただ働き同然で暮らしてたし、私もモースの命令に逆らえなかった。うん、ずっと嫌だったよ。イオン様ってちょっと天然って感じで、騙すのつらかった。だけど私、パパもママも大好きだったから、だから。アリス、偉かったな。偉くない、全然偉くない。私イオン様を殺しちゃった。イオン様、私のせいで死んじゃった。アニス、これやるよ。ザレッホ火山で拾っておいたんだ。イオンが呼んだスコアの席。イオン様を。これからどうする？ダートに残るか？ううん、一緒に行く。イオン様が生きていたらルークたちに協力してたと思うから。わかった。じゃあみんなのところへ行こう。落ち着いたようですね。はい大佐、私もう少しみんなと一緒にいて考えたいんです。私がこれからどうしたらいいのか。アニス、気をしっかりね。これからどうしたらいいのかしら。スコアの件は教団内が再編されるまで難しいと思うし、アッシュを探すにもどこを探したらいいのか。私、イオン様の最後のスコアを活用してほしい。ベルケンドに正気を消すための情報があるっていう、あれか。そうだな、せっかくイオンが俺たちに残してくれた言葉だもんな。ねえ、今はそれしかないでしょう。ですが、いずれ考えなければなりませんわね。私たちはバンの求めていたスコアを読めない世界を回避しました。だからといってスコアを全肯定しているわけでもありませんわ。スコアをどうしていくのかだよな。なんとか事態を落ち着かせて会議に持ち込みたいな。そうですわね。ヒオン様、私のせいでごめんなさい。たった数年しか生きていないのに、私が死ねばよかった。私が死んじゃえばよかったんだ。なんでプラネットスコアなんて。アニスのご両親を盾に取られていたからか、それとも。賢い方です。私たちが救出に来ることも分かっていて、
ティアの正気を受け取るため自分が消滅することを想定していたのかもしれません。そんなことティアが知ったら。ティアは気づいていると思うぜ。アニスと同じでさっきからずっとだんまりだ。いや、どうして命を捨てるような真似を。バカ野郎。ルーク、攻める相手が間違っていますわ。その選択をさせたのはモースなのですわよ。そうだったな、あの野郎。俺は何があってもあいつを許さねえ。俺たちはスコアを否定した。その俺たちがイオンのスコアに頼るなんて。同志イオンはスコアを数ある未来の選択肢の一つとして捉えてくれとおっしゃっていたのよ。あの方のスコア通りに行動しなければいけないわけじゃない。スコアを未来に生かせということですわね。無条件に従うのではなく、可能性の一つとして判断材料にしてほしいということですわ。イオン様のスコアは正確だよ。ルーク、信じられないの？それとも信じたくないの？違う。正確だってことは分かってる。信じてるからこそ、イオンのスコア通りに動いてるんだ。だけど、これが成功すれば、今後もスコアに頼りたくなってしまうのではないか、ですね。今回だけ、そう言って頼り続けない保証があるか。じゃあ、イオン様の言葉を無視するの？お願いだからそんなことしないで。そんなことはしないさ。ただ理想と現実の差に自分がイラついてるだけだ。事例ですね。っていうか、そんな